皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県立清水南高校中等部のオープンスクールのお知らせをします。このオープンスクール開催日時は2回ありまして、まず5月13日の土曜日、2回目が6月17日の土曜日、このようになっています。午前と午後の部に分かれています。両日とも同じ内容です。まず午前の部ですが、9時から10時30分、こちらは授業参観と個別相談。次に10時50分から11時20分、こちらは学校説明会になります。そして11時50分から12時30分、こちらは体験授業で数学の授業を行う予定です。午後の部に移ります。午後の部は13時5分から13時20分、これ生徒による学校の説明があります。13時25分から14時5分、こちらは体験授業で数学、これを行います。この内容は午前の部と同じだそうです。14時10分から14時40分、これは学校説明会。次に14時40分から15時15分、こちらは授業見学と個別相談になっています。そしてその後ですけれど、16時から午後4時からですね、4時から4時45分は部活見学、これができるそうです。これ事前申し込みが必要ないので、希望する方、直接この清水南高校中等部、こちらにお出かけください。ただしこれ駐車場がないので、公共交通機関、これを利用してほしいとのことです。今回は県立清水南高校中等部のオープンスクールのお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。